回映画龍亭外伝の出演者を迎えして映画本編の見どころや撮影秘話などを語っていただくトーク番組です。司会は私、映画本編では表の顔はキャバ嬢、裏の顔は殺し屋、リホ役のゆずがお届けいたします。よろしくお願いします。そして解説は毎度おなじみの市原監督です。じゃあ監督、あのゲストの方紹介お願いします。え、今日のゲスト、はい、愛人です。どうも、愛人です。違う、いいのかな、これでいいのかな。また炎上するからやめてさ。またなんですか。またいやいやそも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 またなのかな。いやまあ新龍亭組、女優陣、はい、一人としてやっていただきました闇龍亭暗殺部隊の暗殺者、レイヤー役の中井杏奈ちゃん。中井杏奈です。よろしくお願いします。はい。はい。可愛いでしょ。はい。どういうご関係？だから愛人。違うっつってたから。やめてそういうこと言うの。いや違う。また炎上するから。また何があったんですか。いろいろあって。やめときましょうか、代わりするのはね。やめてきましょうか。はいはい。中井杏奈さんは、はい、闇龍亭の暗殺部隊、はいはい、ヒットマンですね。ヒットマンですね、はい、闇龍亭って何なんですか。ですね、これを語るとですね、結局ネタバレになっちゃうかもしれないですけど。じゃあやめます。ネタバレしない方がよくないですか。いや、世界観っていうものをちょっと紹介したいので、うんうん、闇龍亭っていうのは、まあ、龍亭はね、この我々のね、この龍亭のね、はい、このシリーズの、まあ、正義のヒーローですよ、はい、その闇龍亭に相対する組織、まあ、仮面ライダーでいうところのね、ショッカーみたいな組織。あ、わかりやすい、いいなですね。そうそう、わかりやすい、うん、いいの連中が今カメラ回してんだけどさ。あ、そういうのやめてやめて。そのショッカーに対する値する組織として僕が、まあ、少年誌っぽく考えた組織じゃねえな、大ボス、敵ボス、うんうん、大首領、うん、敵にちょっと考えた時に、まあ、完全に分かりやすく龍亭に対する組織として闇龍亭、うん、ただこの闇龍亭ちょっと一応ですね、ジャンプ漫画にありがちと言っちゃなんですけども、ちゃんと考えてます。うん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 、これは言いません、これネタバレになるから。あ、なるほど、なるほど。これを言っちゃうと最後の最後で、え、そうだったのっていう。ああ、なるほどなるほど、だからなんだっていう感じで。それってちなみに私たち知ってます？語ってねえもん。あ、ちょっとなんでそういう大事なこと言ってくれないですか。だからそれ漫画原作者としてはちょっともうじゃあもしかしたら、あ、ちょっとなのかもしれないってことですよね。ん、もしかしたら、うん、アンナちゃんの役が、あ、ちょっとなのかもしれないってことですよね。アンナはですね、今回の戦いを得て、あ、言えないな。なんか今ちょっと危ない空気がしましたね。ね、一応、まあ、強いて言うなら、うん、ジャンプ漫画なんで、うんうん、僕出身ジャンプなんで、月刊ジャンプなんで。出身ジャンプって超かっこいいですね。うん、出身ジャンプなんで、一応ですね、一度戦ったやつは P になるんで。あ、P になるんですね。うん、ピーになるんですね。そう、ピーになるんで、はい、もう分かってますよ、お客さん。そうですね、一度戦ったらもうそんな感じです。うん、なるんで、まあ、アンナちゃんたちももうこれからも活躍してる、うん、一回こっきりのキャラじゃないってだけは言っておきます。これからも、うん、だから結局一度戦ったらピーになるっていうことは、アンナちゃんも戦うってことですもんね。うんうんうん、そうそうそう、俺と壮絶な夜の戦いを。あ、愛人説、ここどっちの戦いが、はい、聞こえました、今拾いました。怖いこと言いました、大人が。そうだから、長谷川 P がなんかそう、P でみたいなこと言ったから今。そう、だからアナちゃん戦うとのことで、はい、戦いの武器を持ってきてくださってる。持ってきております。はい、お、見てください、私の相棒です。おお、それは何ですか。こびえよ。この子で戦います。それは何ですか。なんていうの。太極拳。なんていうの。これは太極拳。太極拳、太極拳ってこれピラピラする、ピラピラ、こう怖い動くの。怖いよ、本当に。これなるのよ、怖くないよ、こっちになってないの、これ。大丈夫、これはね、切れないから、刺さんないし。これはこれは切れない。俺の持ってる刀があれ、マジ刺さるから、マジ危ないんだけども。マジ刺さるからマジ危ないですよ。マジ危ねえよ。そんな撮影ゲームです。
うん、あこれね、先代のアンナから受け継いで。先代のアンナ、ごめんなさい。先代のアンナ。ハニースクーパーの時のアンナが使ってるあの剣が持ってる。あの剣をあれアンナって役、アンナって役、アンナ役の。吉水翔子さんから中井アンナちゃんが受け継いだ。もうちょっとわけわかんない。わけわかんない。アンナからアンナへ。アンナからアンナへ。代々アンナが受け継いでいく。そうそうそう。難しいね。でも役名なんでしょ。翔子さんは。あっち役名。あっち役名。こっちは本名。本名。あれ？そっか。だから選ばれたのかな。あ、全然。そういうこと。全然。たまたま。必死にこうつなげようと。え、そもそもですよ。で、出会いって何なんですか。だからナンパした。いやもういいよ。そういうのもう大炎上しちゃうから。はい。アンナちゃんのことを大事に思うんだったらそういうのやめましょうもん。わかりました。まあまあ某集英社のパーティーで。うん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 。ご一緒して。ナンパした。それは本当にナンパ。割と。本当と嘘が浮き混じってる。ナンパではない。某主演者のパーティーで知り合って、まずその某いります。まあ一緒にパーティー行った時に映画ないみたいな、ユウ来ちゃいなよっつって、ユウやっちゃいなよ、ユウ映画やっちゃいなよ、ついに出るって言って、なんか契約でも交わしたんですか。スケジュール帳にいつですか。軽いわ。アナちゃんから見た監督の第一印象ってどうなんでした。ヤクザかなって思いました。それはヤクザ役、ヤクザ役ね、役、それがもうヤクザかなじゃなくてヤクザ役。あ、もうその時からもう役に出ちゃってるなっていう、役に耐えられてたんでしょうね。この学校だったしね。そうですね、スーツでしたね。これ基本清掃なんで。なるほど、一丁羅ですね。一丁羅いやいや、じゃあ二枚三枚、冬物と夏物と。あ、なるほど、大丈夫ですね。三枚ある。三枚もダブルとシングルと。三丁羅ですね。一丁羅。一丁羅じゃないよ。はい、そうね。はい。このまま一丁羅じゃん。はい、そうです。もうでもなんかちょっと破壊しそうな気がする。ダイエットします。一丁羅、あれですよ、ね、これ衣装だしね。そうですね。これ、戦いの時の衣装なんですよね。戦闘服。あれはごめんなさい、あんまり分かってないんですけど、これは着替えてるんですか、それとも変身してるんですか。変身決まってるんですよ。よかった、それちょっとすごい不安だったんですよ。なんたらかんたらって言った時にこう待ってるところにはまってくる、プシャプシャみたいな、キャルみたいな、くるくるくるみたいな、プリキュアみたいな感じ。セーラームーンがいい。私セーラームーンがいいね。何が好きだった、セーラームーン。スターズです。何の話や。何の話や。あれやめなさい、そうやって著作権が関連してくる話。確かに。ピーラムーンね、ピーラムーン、ピーラムーン。と言ってたら俺さっき仮面ライダーとか言ってたけど。言ってましたね。仮面ライダーはいいんだよ。某集英社とかおっしゃってましたし。某集英社。某がついてる。いいんだよ。じゃあ監督の話も大丈夫です。アンナちゃんの話しましょう。はい。今日アンナちゃんがメインゲストなんで、俺解説なんで。ずっと解説してない。じゃあ3サイズは。小さいのは上からついてる。言わないです、言わないです。もうちょっとで聞けたな。もうちょっとだったな。いや、アンナちゃんはちょっとむ、はい、あれでしょ、むき出しじゃなくて丸裸ね、丸裸にする。丸出しじゃない。丸出しは OK。 丸出しは局部だけ隠すになってくれれば。おめえはグラドルか。なんでグラドルって乳首ダメとか言うの。ピー。ちょっと本当に考えちゃった。なんでだろうとか思っちゃった。もう、ま、松田君が。じゃあもういいから。アンナちゃんの話しましょうって。はいはい、アンナちゃんの話よ。アンナちゃんどうですか、撮影。楽しいです。でも。そうね、そうね。わかる。まあ今この。これを撮ってる段階で、私まだオープニングの映像しか撮ってないから。そうなんだよね。オープニング楽しかったですくらいしかまだね、撮影の動向は話せないんですよ、私まだ。でもなんか、それを感じないぐらい、すごい喋るよね。なんだろうね。でも倉庫での撮影でさ、すごいバトルしてたじゃん。そうしてた、倉庫での撮影ね。ショッカーの野郎どもがバタ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 倒れてくれてね。あ、そう、バサバサ切りました。逆だよ、悪役だから。私は切られてるのか。どうだ。ややこしい。だから撮影ではゆずとの対決がさ、もうすごいパンツを繰り広げた。すごい楽しい。この辺あざってきた。寒かったな。この話まだ続ける？やめようか。アンちゃんでもアクションとかでやるの？全然
ないです。全然興味は、あるんですけど、体がいかんせん動かんのですよ、ね、そんな感じしないよね、スタイルいいし、すごい大変運動音痴なんです。うんちなんですでもこの間1月に舞台をやりまして、その時に一応時代劇みたいな感じだったんですよ。ファンタジーなんですけど、まあ、時代劇みたいな感じで刀振るやつでめちゃくちゃ振らせていただいたんですけど、あの立石の方に、お前は本当に下手くそやなって言われながらビシバシやっていただきました。で今回もあの結構振り回す系だけど、はい、どうですか、その舞台で結構力誓った感じはある。ちょっ声が裏返ってる。それをやる前に比べたら動けるようになったんじゃないかなと思ってるんで見てください。どうするよ、流亭組は基本あれですよ、アクションメインの組なんで、あれですよね、ゆずはオーディション組だから知ってると思うけど、その女優陣もね、そのアクションのオーディションで、でね、あ、ダメ、ダメみたいな感じでこう振り分けられて、まあ、選ばれたっていうことだから分かるでしょ、どんだけできるかという。いや、もう、私がじゃあやってみてって言われて、前に出てちょっとやった瞬間に、あーっていう空気、あーはいはい、落ちたなって思いました。なんでここにいるんだろう、不思議。これは、よくはっきりと、はい、美人だからです。はい、それだけ。え、そのキャラでいきます？いけます？そのキャラで。いけます。大丈夫ですか？うん、いけます。では、もう少しお話を伺っていきたいと思います。はい、なんでそのキャラを作るの？いや、なんか美人キャラの方がいいかな。いや、美人でも。キャラなの今の。嘘。それ美人キャラなの、はい、ただの積んでるとか、なんつうのかな。積んで。滝川クリステル。そうそう。花になりたい人でしょ。アンナちゃん普段どんな役が多いんですか？普段どんな役が多い、普段なんか頭のイカれた役が多いです。と言いますと、なんかイカれポイントってなんかあるんですか？あのめっちゃキャピキャピしてるとか、あのなんか頭気の触れた役とか。今の使えないよ。結構じゃあこう、なんて言うんだろう、クリエーションの幅、あ、なるほどね、のを振られることが結構あります。今回オープニング映像結構かっこいい感じで撮ってたじゃないですか。じゃああいう役っていうのはあんまりなかなかないです。結構キメキメのね、キメキメのあんまりないです。めちゃくちゃかっこいい。見ました？見てないですよね、この空気ね、オープニング映像ね。見てないですよね。見ました。絶対嘘です。長谷川 P さん絶対それ嘘です。でもすごいクールな感じでなんかみたいな、すごいかっこよかったんですけど。ありがとうございます。じゃあ、アンナちゃんファンにとっては結構新鮮な感じなのだと思います。え、なんでイカれた役にされちゃうの？わかんないです。あ、ちょっとこれは言っていいのかわかんないですけど、ご本人様がちょっとイカれてる。そういうこと？そうだよ。結構ぶっ飛んでるじゃないですか。本当ですか？いや、でもさ、でもこの業界の人って結構ネジ一本吹っ飛んでたり、そうだから、しないとやっていけないんじゃない？うん、だから私ぐらいですよね、ちゃんとネジついてる。誰が？違う、アンナちゃんね、撮影会とかもしてるんですよね。モデルさんもして、アイドル活動もして、女優さんもして、はい、なんかいろんな顔があるのに、そのかっこいい系の役は来ない。あんなに来ない。あんなに来ない。何その逆、面白い。やだ、めっちゃやだこの人。アンナだけに。不思議。撮影会のその写真とか見るとめちゃくちゃかっこいい感じに写ってる。見てます？見てない。見てる。ありがとうございます。すごいかっこいい感じなのに、写真はすごい、あのカメラマンさんがすごい方たちなので、もう、ビシバシかっこよく撮ってくださるんですけど、被写体もいいよ。ありがとう。一回知り合いのカメラマンさんに、その今こういう撮影会出てますっていうので、予約の URL とか送って見てもらうんですよ。どのスタジオで撮るのかなっていうのの時に、すっごいフリフリで撮るような可愛らしいスタジオでやりますって送った時に、君はそういうのじゃないよって。あ、そっちではないんだ。じゃあ何なのよ。君に似合うのは歌舞伎町で服をズタボロにされて捨てられたみたいな感じの、あの廃れた感じの被写体が似合うよ君はってすごい言われて。どういう扱いなの？わかんない。でもそれで言ったら結構系統としては、その
その流亭に、まあ、流亭割とそうですね、流亭よりではありますけど、俺基本女の子がそういうなんか DV チックなのは、あの、でも多分それとは違うんですよ、 DV チックで戦ったとか、その街で、でもズタボロはちょっと違うでしょ、なんか戦ったんですよね、戦ってズタボロなの、こうされたんじゃないのじゃなくて、でもだからあんまりね、あの女子が引くような描写は基本流亭ではしないですよね、男はいっぱいそういうことさせるけどね、なるほど、女の子みんなかっこいいですもんね、なん基本女の子はかっこいい、あの要はプリキュアとかっちのセーラームーンとか、ケイト、女の子が憧れる戦士というか、そうそう、そういう系を僕描きたい、まあ、少女漫画でいう少女漫画のアクションもの的な感じ、女のうちはね、男は少年漫画のヒーロー、そうっていう感じで憧れますよね、子供の時絶対見ますからね、一回はね、だからちなみにあの今回の映画はもうずっと言ってますけど、薬剤映画じゃないから、何映画なんですか、刑事ものなんだよ、なるほど、ヒーローものだから、この中にまあ刑事誰もいないんですけどね、いないね、今日、今日はいない、あそこにあっちいるけどあっちあっちあっち、うん、あっちとあっちにいる、あっちとあっち、うん、あの、うん、今日はあのですね、あの僕集英社の担当さんにも言われたけども、正義の味方っていうのは警察だから、うんうん、ってことを言われてて、ヤクザが主人公の話だともう相当叩かれましたからね、うん、あの今回刑事ものなんでそんな感じで、うん、長谷川亮ちゃんがその主役でね、渡哲也みたいに目立つんで、ね、はい、かっこいいです、そういうあの僕の周りの人間たちも、もうみんな楽しみにしてるんでね、あの君たちの活躍っていうか脱ぎっぷりを、どこまで脱ぐ、どうする、どこまで行く、局部まで局部ね、何のこっちゃね、だからアナちゃんのかっこいい姿、あんまり映像で見れないようなかっこいい、動いてるアナちゃんのかっこいい姿も今回見れるかなという感じですね。で今回のあのアナちゃんの出番時はあの敵側ですよ、闇流亭暗殺部隊だから敵側なんだけども、うんうん、あの敵側もかっこよく、敵側をクリしてる、ちょっと言いたくなっちゃった、敵側もかっこいい、シャアみたいなもんよ、はいはい、シャアもかっこいいじゃん、そのガンダムもね、知らねえのか知らねえのか、ガンダムのシャアもかっこいいよね、ゼクスだってかっこいいじゃない、かっこいいです、あんまそういうオタクネタやめとかいいよ、かっこいい、あのやっぱ敵もかっこよく、敵もかっこよく、特に女の子もかっこいい、うんうんうん、でなんでかって言ったら幕末と一緒で、幕末の志士と一緒で、別に正義と悪じゃないから、うんうん、この流亭の世界観は、主義が違うだけ、うん、思想が違うだけであって、あのこうしてこう日本を良くしようっていうこの思いが違うだけであって、決して善と悪ではないんですね、この流亭の世界観は、だから別に悪ではないんですよ、うんうんうん、まあ言っちゃう敵役ではあるけど、うん、悪ではない、悪ではないです、だからあの悪役だからってことは考えなくていいです、悪役でも、うん、悪役ではないです、ね、だって悪いことは別にしないもん、悪ことしないよね、してないよ、いい子だもんね、いい子です、まあ、いい子かどうかは別にしてねこの刀持って刀振り回してこう正義の刀だよね、うん、ね、正義の刀かもしれないけど、まあ、あのまあ悪ではないから、まあ、かっこよく描きたいなと、だそれがなんかヒロイックアクション映画としてのその、まあ、今回僕はこのシリーズでやりたいというか、まあ、そのためにはその当然のことながら女優陣にこうね美人に出てもらう、美人揃いでね、そうだ今回その女優陣結構ピックアップしていただいてて、うん、今回あの流亭外伝はあのクラウドファンディングの方も行っていまして、ね、あのその特典としてフォトブックとかポストカードもあるんですよね、そのフォトブックが、まあ、女優陣をメインとして撮っていただいてて、アンちゃんとかも結構可愛く綺麗でかっこよく、はい、あのフォトブックはね、うん、あのフォトブックはねうちの若手カメラマンがね美咲がね、いい絵撮ってくれて、あざーす、あざーす、いい絵撮ってくれてね、そう、ちらっとあの見せていただいたんですけど、うん、めっちゃ良くて、私一番楽しみなんですよ、あの中で、おう、ね、おう、た、え、楽しみ、めっちゃ楽しみ、楽しみだよね、楽しみ、あれ出来上がりはいつなんですか、私たち出ますね、フォトブック、フォトブックの出来上がり、うん、発注すれば7日後かな、あ、早い発注しよう、今すぐに発注すれば7日後かなそうだから、あのアンナちゃんファンの方とかも結構必見かなと思いますので、アンナちゃんはだってこのキャラだからさ、もうあんなことやこんなことや、なんかアンナだけに、アンナだけに、アンナだけに、なければまたこれから美咲が撮るよ、おー
なるほど、うん、撮ってください。2人きりで、2人きりになって何を撮るんだよ。じゃあ最後にですね、アナちゃん、はい、見てくださってる方にちょっと一言コメントをいただいていいですか。はい、ですね、普段見れない、あ、こっちか、おこっちか、普段見れない中井アンナをお見せすることができると思いますので、ぜひぜひ竜亭外伝見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで竜亭チャンネル、次回もお楽しみに。ありがとうございました。